よし、じゃあ、タクか。不快に眠る王女のアバドーン実況プレイ。パート数はいくつになってんだろう。多分、4か5ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、正確には把握できてないです。はい。ということで、前回は、まあ、そう。地下から、なんだっけ、東館に行こうって思ってたんだけど、なんか落石的なことが起きて、ハンマーで突き進もうとするも、ハンマーは砕け、仕方なく、こっちに戻ってきたと。で、この血みどろの鍵っていうのを入手したんで、まあ、とりあえずこの鍵が合うところを、探すっていう感じなんですけど、まあその場所はもう思い出しましたね。はい。というか、収録した自分の動画見てたら、はい。まあわかることではあるんだけども。じゃあまあ改めて、そこ、何？うん。行き先はわかるんだけど、緑色だか赤色だか忘れた。緑ってでも大体地下だよな。赤い通路の先、赤じゃなかったっけ？うん。よかった。俺のこの、拙い記憶力でも。ごめんなさい。当てずっぽうですけど。うん。あのね、ここの上ですね。板張って、そう、通れるようになったじゃん。そこの、ここの部屋だ。ほらほら、赤だね。緑って聞くと、大体地下イメージしちゃうから、緑ではないんだよな。で、ここで、多分、この、アイテム、どれだっけ、これか。血みどろの鍵を、使うと。よし。捨てますかって聞かれないってことはまだ使うのかな。土壇の中に折れたはしご、お、オッケーオッケーオッケー、いいよ。折れたはしご使いどころあったか。他だっか使う場所あった。日記読みましょう、読みましょう。バツガツバツ日記。彼らは言った、我が神は悪魔だと。彼らは言った、この屋敷は呪われていると。そして彼らは私を幽閉した。彼らに傷つけられた腕が腐ってきた。死にたくない。私はまだ死にたくない。まあ、不快って言ってるからね。腐ってくんのか。女が食いた。切実な思いですね。世の男性の代表したかのような切実な思いですね。まあ、わかるけど、レイプだけはやっちゃダメだぞ。いつの間にか傍らに、ネクロハメコン来た。え、じゃあやっぱあの魔導書とか言ってたやつ、ネクロノミコンなんだ。あ、違う、ネクロノミカン。あ、まあまあまあ、意味的には一緒でしょ。ガンジーとガンディの違いみたいなもんよ。ハローとヘローの違いみたいなもん。どっちも一緒一緒。聞こえないぞ、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 聞こえないぞ。最後だけネタに走ったな、こいつ。すげえシリアスな場面なのに、全然怖さが伝わってこないんだけど。私の力では扉を完全に開くことはできなかったようだ。あーってなってくると、もういよいよクトゥルフ神話ですね。あー、ネクロノミコンが出てきたということは、まあ、なんか各位俺もね、部屋に、部屋の本棚にネクロノミコンありますけど。あー、魔術は使えないよ。使えないけどネクロノミコンはあります。私は生まれ変わるかもしれない。これで女が好きなだけ食える。力つけたのか。ここで日記は終わっている。もうちょっと頑張れよ。生まれ変わる、女が好きなだけ食えるって、んー、まあ女子勢からしたら怖いよな。分かってる、俺から離れるなよ。すげえなんかキザっぽくなってきたな。ホムラ君も、ありがとう。ホムラ君がそばにいてくれるから私怖いの我慢できるの。俺も同じ気持ちだ。これリカラさんいらなくねえか。いや、まあまあ戦闘的な面で言ったら非常に必要ではあるけど、シチュエーション的にはいらない気がしてきた。でもこの最後の生まれ変わるって部分、何か引っかかるな。生まれ変わるね。ブリーン、ズバッと軍団。まあ今全開してるんで、倒すのもまあありっちゃありなんだけど、どうする、倒すか。カスが効かねえんだよ。
あれ、リカナさん一番後ろになってる？ちょっとあの順番直そう。隊列、ホムラ、リカナ、ミヤ、これですね。これが鉄板。え、ちょっと待って、いや何か変というか何か変というか、確実にあいつが来るやん。あれ違う、あ、そっか、女死んだのか。触手、待って待って待って、敵の敵は味方理論じゃないの、そこは。あ、連打でいける、よし。左側いけなくなってんだけど、待って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 、よし落ち着こう。ここか、ここで使うのか。よし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 、使いどころさん、いけ。よし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 、ちょっとめっちゃ遅くなる。お、逃げ切った。優しい、いや優しくはねえな諦めが早いと言うべきなのか。ホムラ、え、おお、自分と遠くにいるね。あー、なるほど、ここが西館と東館の合流エリアみたいな感じなのか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まあまあ、俺が今言おうとしたんだよ、今言おうとしたんだよここは絶対崩れるぞって今言おうとしたんだよ。お前先手必勝と言わんばかりに崩れてきやがった。もう信じらんない、何もかもうんざり。大変そうね、そっちもそっちで。ちょっとヤッチがいるとね、公式の説明にも書いてあったことではあるんだけどさ、ヤッチって結構わがままらしいから、で俺がこうパーティーメンバーにヤッチ入れてたら多分結構イライラしてたの。あんたさ、少しは私のこと心配するとかないわけ？はあ、誰のせいでこうなったか本当わかってるいや、こればっかりは誰のせいでもないと思うんだけどね。だいたいどうもこうもないわよ、元気に楽しくやってるとでも思う？最悪に決まってんでしょバカ。いやまあ、吉平といい感じになってんじゃないの、詳細は知らんけど。そんなことよりメモ見た？あれ、ヤッチが書いたわけじゃないでしょ、聖次郎さんが書いたんじゃないの。うん、というかもうさっきまで後ろにいたからね迫ってきてたからね、触手さんも。ここも安全とは言えないし、何かあるなら今言ってくれ。そうね、ね、食べ物と武器出して足んないのよ、別にいいわよね、このとこ来たのってあんたのせいだもんねうーん、なんかそう言われると渡す気がないけど、これ多分渡さないとエンド分岐ですね、というか完全にバットの方向に行きそうな気がする。希望のもの、こっちに投げなさい結構な距離あるけど大丈夫か。武器と食べ物、ちょっと待って、食べ物ねえんだけど、やべやべやべ、待って、違うんだよ、ボックスにあるんだけど、待って、手持ちにはない、失敗したなこれ。いや、ビスケットとかガムとか結構あるんだよ、うん、潤沢なんだよ、ただ手持ちにはないんだよね。食べ物はないけど、まあ武器ならなんとか。小刀これ小刀投げんの、この距離を。いやいやいや、まあ、実際投げられたとしてやばくねこれ。小刀投げんの、やるっきゃねやるっきゃね。ちょ、これ以上は無理なんだよ、ちょ、あげたいのは山々なんだけど、ちょ、なんとかしてくれね。ちょ、食べるもんないんだけど、まあ、最悪その小刀をかじってくれ。空腹はまあ紛れるんじゃないの、わかんないけど、うん散々言ってたけどね。すごいなお前、でも穂村くんの肩がやばいことになってるな、小刀をこの距離投げるっていう。すると直に私に謝るまでは勝手に死なないでよ、わかったわね、それじゃもう行くわ、バイバイ。まあ、やっちなりの気遣いなのかねこれは、どうなのか知らんけどいや、小刀取られちゃったか。これちょっとリカナさんの攻撃が若干下がったけど、まあレベルも上げたには上げたし、そうなんだったらあれだな、ボロの角材捨てなくてよかったな、あれ投げるべきだったな。
まあでも見ての通りちょっとアイテムがね本当にいっぱいいっぱいなんで、まあしゃーなしっていう感じで。いやーちょっと待って、食べ物をあげられたなー、ボックスちゃんと開けてみてれば。え、これ大丈夫、戻っている、いないよね、さすがにいないよね。っていうか目と鼻の先に食べ物があるんですけど、ビスケット、これ何なんだろうね、グリコかな、ずっと気になってんだよ。え、この後どうすんのこの後どうするんですか。小さな鍵、あー、チミドロの鍵ロストしてないんだよね、さっきも言ったけど。絶対どっかで使いどころがあるんだと思うんだけど、どこで使うんだ。いや、こっちではねえな、こっちではないなってなってくると、え、待って、どうしたらいいんだどうしたらいいんだ、これ行き先がわからん。とりあえずまあセブ部屋戻ろう。おお、ちょちょちょ、あれあれ、お前地下であったよね、何ここに出るようになったの、浸水してきた地下から這い出てきた。まあいい、景気づけにお前と戦ってやる。でそう考えると、ボロの槍持ってるホムラも参戦した方がいいのか、これ。まあじゃあ戦おうか。はい、あーやっぱあれだね、ん違うか、呪文。お前ミア狙うなよ、呪われた。え、呪われたってどうやって回復するのまさか薬箱で呪いを治せるなんて言わねえよな。ちょっと怖えな、まさかミア狙われと思ってなかったんで。ちょっと治せるかやってみる、薬箱ミア。お前女ばっか狙いやがって、直せないそりゃそうですよねそりゃそうですよね。呪いってどうやって直すんだ、呪いってどうやって直すんだろう。ちょっとミア狙われたくないんだけど、よーし、おい呪いどうやって直すんだよあ、えの発動した、発動使えないんだよね。もう一回やってみる。あれ？あれ？毒になってる？え、なになに？よくわかんないんだけど。え、なになになに？呪いって毒扱いなの？ごめん、ちょっとよくわかんない。ん？あー、ゆきちゃん。石像壊すの。どんだけ石像壊してほしいんだよ。まあ重要なのは分かってるけど、東館を抜けて森へ向かって、そして石像を壊すの。まあでも東館行けないんじゃなかった、結局。そういえばさっきもそんなことを。でも無理だ、東館へはもう行けないんだ。ロビーへのドアは閉ざされ、地下の道も崩れてしまった。うん、ブルドーザーみたいなのないと無理だよ。え、開かれた。もう今更ツッコミが追いつかない、うん、まあゆきちゃんが言うならそうなんだろうな。なんでもないの、お兄ちゃんはまだ知らなくていいわ。そう、もったいぶるよね、情報を教えてくれてもいいのに。お兄ちゃんの大切な人のために頑張って、石像を壊せばきっと道は開けるから。やたら押してくるね。まあ果たしてその石像を壊すっていうのが本当に正解かどうかもよく分かんないけどね。ホムラ君やべえやつだな、これ、はたから見たら。え、ってことは何？ユキちゃんって他の人から見えないの？そういえばあれだよね。前回、ユキちゃんと会った時も、ホムラ君が一人の時だったから。幻覚ではないと思うんだけどね。自分一人で全部背負って、あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。このセリフさ、まさに今、今まさにじゃねえ。まさにさ、ここ通った時さ、聞こえたよね。誰が走ったのみたいな言ってたけど。え、ミアちゃんのセリフなの？待って待って、これ伏線じゃないか？なんかしらの。ごめんな、ミア、余計な心配させちゃったな。精神科をおすすめしたくなるレベルだよな。すぐそうやって謝るの、ホムラ君の悪い癖だと思う。少しぐらい私を頼ってほしいな。
じゃあちょっとその大きいおっぱいにダイブさせてくれ。そしたら多分恐怖値がもうマイナスレベルになるかもしれない。ゼロを通り越してマイナスになるわ。癒される、癒されたい、母性の象徴に飛び込みたい。一人じゃないからね。うん、まあ確かに背負い込むのは良くないよね。ユキ、あの子は俺が見ている幻なのだろうか、それとも、どこまでがね本当のことなのかっていう。まあでもここで確実に言えることはあれなんだよね、他のメンツには確実にこうユキちゃんの姿は見えてないっていう。スロットさん、何なんだろうな、不思議な存在だよね。まだ敵か味方かもよく分かんないけど、現状味方だと思いたいよね。あとなんか穂村くんと髪の色がね似てんのがねすごい気になるんだよね。向こうもなんかお兄ちゃんお兄ちゃん言ってくるし、実際なんか記憶を失ってるだけでねえ家族だったりとかするのかな、妹であれが本当の。髪の色が一緒っていうのがすごい気になるんだよね。でなんだっけ、東館が開通したんだっけ。ちょっと言い方があれだけど、まあとりあえず行ってみましょうか。多分ああいうということは本当に開通してんだと思うんだけどね。いいね、なんかエンカウント率が下がっ、開いてる、開いてる。え、でもさ、ロビーさ、開いたところでさ、クソでけえ穴ぼこあって向こう行けなくね？うん。やめて、ミヤちゃんをこれ以上心配させないで。いや、なんでもないよ。ただの独り言。ホムラくんが、徐々に徐々にやばいやつになっていく。床が抜けたロビーからなぜ東館行けると思うのか、至極当然の疑問だと思います。ホムラくん、あなたは私が見えていないものが見えているようね。正直、興味深いわ。不気味とか思わないんすね。興味深いんすね。俺だったら絶対一緒にいたくないけどな、そんなやつと。いや、本当にこれ東館行けんの？クソでけえはしご持ってこないとダメじゃない？え？ちょっと待って。間ショートカットされたんだけど。何があったの？ここ移動する間に。消されたロビー。父さんと聖二郎さんと合流する することで、合流すること。今はそのことだけを考えよう。そうね。ヤッチも多分会いたがってるよ、ミヤちゃんと。レズだからね、あいつ。お、いいね、いいね。これ、チミドロの鍵どうする？鍵かかってる。お！キャッチ鍵。開いてんじゃん、ハサミ。ハサミか。まあでもあれだね、これはミヤちゃんじゃない、リカナさんに持たせよう。渡しちゃったから、小刀を。これを、こうして、交換で、こう。どう？ああ、まあ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 。ミヤちゃん持ってないかな？いや、いっか。リカナさんで。前も言ったと思うけど、もともとのステータス、デフォルトでミヤちゃんよりリカナさんの方が高いから、鍵は買ってる。これもいけない？万能すぎだろ、小さな鍵。ビスケット。ありがてえ。ビスケットありすぎ問題。ベッド使わないとなとは思うんだけどね。え？寝れないのか、ここ。なんかベッド使えないっていうの結構増えてきたね。なるほど。ただまあ回復アイテムが結構あるからベッド使うまでもないんだよな。回復アイテムプラスアルファでこのね、ホムラくんが持ってるペットボトルもあるから結構ね、ほんと潤沢なんだよね。ここあれでしょ、隠れポイントでしょ多分。左閉ざされてる。トイレット、お、ホラーゲームのトイレといえばイベントが待ってること間違いなし。
ちょ、これは後に期待。1枚あってほしいな、エッチなイベントで。トイレでイベントといったらちょっと期待しちゃうんですけどね。ノブが、ドクロの、あ、わかるよ、ミヤちゃん。わかるわかる。シンクロしてるね、俺と。いいよいいよ。だろうと思った。なんで BGM 止めるの？なんで BGM 止めるの？誰の許可を得て BGM を止めてんだ。ちょっとリカナさん、久々にお願いします。お前が正気を保っているなら、断末魔の叫びをあげることはないはずだ。全部カタカナやめてくれ、読みにくい。ドリーン。お前結構進出してくんね、西から東へ。リカナさんがビビるからやめなさい。戦う。お、おー、ダメージを受けることなく、素晴らしい。上がるね、レベル。そろそろ興味を引くものがなかった。何もねえのかよ。んだよ。紙が置いてある。この部屋の主は亡骸を4体欲しているのだ。え？おお、釣られた女。なんか久々に会う気がする。散々戦ったんだけどね、2階で。あれ、なんでミヤが2番目になってんだ？あれ、俺隊列変えたっけ？ごめん、覚えてないわ。知らぬ間に。行け。狙ってくるね、ホムラ。たまーにね、後方にいても狙ってくるとか、ひどいことやってくるやついるからね。よし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 。ちょ、隊列変えまーす。ホムラ、リカナ、ミヤ。これデフォルトで。これ何、うんこ？あ、ロープか。ロープ。ロープか。あれ、なんかロープもなんか戦闘で使えるアイテムじゃなかったっけ？太く丈夫なロープだ。簡単には切れないだろう。そう、なんかこのゲームでロープがすごい便利だみたいなことをなんか聞いたんで、使い道わかんないですけど、戦闘で使えるらしい、ロープも。汚れた窓から何も見えない。あー、窓に、窓に。壁に風景画が飾られている。ほう、おりーん、またお前か。確かなんだけどね、ロープって人型の敵に通用するらしい。ただダメージ、そんな入らなそうな気がするんだけどね、ロープって。どうやって攻撃するんだろうね。まあいいや。まあ戦うで早い。リカナの顔を撫でました。やめなさい。刺せ刺せ。縛り上げた。で、え、で、何なの、何なの。あー、行動不能にしてんのか、これもしかして。やっちまえ、今がチャンス。拘束が治った、一旦だけか。なるほど。じゃあこれさ、一番早く動けるキャラに渡すのが一番いいんじゃないのか、ロープって。っていう風に思いました、丸。ちょ、リカナさんかばっとく。よしよしよし。なるほど。ダメージは通らないけど、人型の敵を一旦行動不能にするって、結構いいんじゃない？ちょ、待って待って待って。素早さって見れる？見れないか。まあ、多分現状一番重いもの持ってんのがホムラくんだから、そう考えると、え、誰なんだろ、一番早く動けんの。え、誰だ、誰。あー、まあでもそうね、サポートに回るのであればリカナさんかミヤだよね。リカナさんに持たせるか。ちょっとロープを、交換で、
これでどうかな。ちょっとごめん、なんとも言えない。なんとも言えないけど。何これ、こんなんあった？腐肉。あー、待って、4つだっけ、なんだっけ、4体。敵倒せってことか。なるほど。単純明快。単純明快。切断男、新しいの来た。これ、グロ系じゃね？あー、人型じゃないね。ギリギリ人型じゃないね。下半身があれば人型だと思うけど。これは、かばっとく。一旦、リカナさんかばっといて、戦う。はい。あのコンビネーション技は時々しか発動してくんないのかな。おい、やめろお前、臓物をミアに向かって投げつけた。やめろお前、グロ苦手なんだよミアちゃん。しぶといね、死に損ないのくせに。ミアかばうか。いける。よし。で、これで3つか。あと1人。あと1体と言うべきか。え、お前かよ。またお前かよ。ミアがビビるからやめてくれや。かばう、ミア。戦う。よし。ロープ使えないよね、これね、多分ね。あー、ちょっとリカナさんがやばい。一回発狂させるか。よーし。リカナさん発狂させるのもワンチャンありかもしんないな。どう？これで、腐肉が4つ集まった。窓ガラスが割れた。あー、そこね。なるほど。進みたくな。一旦戻ろっか。なんだっけ、東館を抜けた森って言ってたから、窓が割れたってことは、多分そっから行けんじゃないの。まだ上の方調べてないから、ちょっとそっち調べてからって感じだけど。よいしょ。誰か板引いたね、ここ。あー、結構行けるとこあんな。閉ざされてる。ほう。閉ざされてるってことだから、なんかイベントこなすか、そもそも行けないかっていう。あれ？え、結構行けないね。これあれかな、東館ルートでしか行けないみたいな。え？うん、来るね、これ。これ前から来るか。まあ、多分流れ的に前から来るよな。よし。ステンバイ。ゴー！よし。ちょっとね、扉どこも閉まってるんで、これあれじゃね、西館行けるか。あ、ダッサダッセプップダッセ。穂村君、床が崩れなかった。私たち、はあはあ、まだ心臓がドキドキしてる。大丈夫、隠れる場所結構あるから。なんやかんやで奥へは行けなくなった。なんかこういけるようになってんだけど。ハヤトの目もこう、お。こいつ律儀にこんな隠し通路のところにまでばらまいたのか。すごいな。読み手がいなかったらどうすんだよお前。やっぱりこの館は普通じゃない。精神が蝕まれていくのがよくわかる。何度も危険な目に遭っていると、もう何もかもがどうでもよくなってきた。わざわざ十分割すると、それを。あー、宗教施設。
そういえば石像壊してねえんだけどいいのかな重くそ無視してんだけど、あの床にあるのって、でこれ何、大掛かりな機械が設置されている。え、怖っ。男は度胸、何でも試してみるもんさ。ポチッとな。何何何何、ドゥン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 、そうはならんやろ。何何、今の場所どこどこだよ。ちゃ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 、はっ、今さら敵じゃねえんだよお前なんか。まあ逃げるけど、はあ、コウモリの分際で経験値にもなれやせん。とりあえずセーブはしに行きます。毎回なんか光ってるアイテムに見えちゃうんだよね。なんか預けるもあるか。何やかやらロープが有能だということも分かったし、あとは、チミトロの鍵置いてく？どうする？いやでも捨ててないってことはな、どっかで使うんだろうけどな。一旦置いてくか。ちょっと新天地行くんだったらちょっと開けといた方がいいような気がする。絶対なんか拾うアイテムっていうのがね、何個かあると思うから、これでいいかな。で、今どんな感じ？あー、リカナさんの恐怖値が結構上がってはいるのか。あー、まあまあまあいいんじゃない？まあいいんじゃない？とりあえずセーブしときゃいいだろ。よし。じゃあちょっと割れたっていう窓の先行きましょうか。多分そっからね、外に出ていけるんじゃないのかなって思うんだけど、ここ、ここ。下からの方が影は薄い。はい。くら。マッチ入ります。ぽっ。あー、ここか。ここのことね。なるほど。じゃあそのまま進んでたら道なかったのか。何もない。どこだ、ここ。館の。庭的な行き止まり。ホムラ君分かってるんだ。分かってるだけど目と鼻の先に森が見えますね。お兄ちゃん、東側を抜けて森へ向かって、そして石像を壊すの信用していいのかな。なんかな、どうなんだろう。さっき手に入れたロープを使って森へ行こう。そうすればきっと何かが、道が開けるはずなんだ。まあ、ミヤちゃんはホムラ君が行くって言ったら多分ついてくるよね。あれ？リカナさん何も言わない？ちょ、彼女の性格的にこれちょっと異を唱えるかなと思ったんだけど、そんなことはなかった。あんま喋んないからね、あの人。これ多分ロープでしょ。縛る用アイテムなのに、もう一個ぐらい拾えないかな、後で。なんだか嫌な風だね。でも外へ出たってことは、もしかして、さっき言ってた、道が開けるって森を抜けて、館の外へ出るってこと？それは、すげえ誘ってる。森の奥の小屋。香りは良くないな、みんなそうだと思うけど。そんな気がするんだ。根拠なんてない。ただただ突き進むのみよ。開いた。おー、いいね。安堵するね、やっぱこの BGM。なんかあるか。何もない。ギシギシ。何もない。髪の束にいらない。リカナさんがいるからいらない。預けるものも特に何もないしな。3回寝れる。余裕やん。余裕で寝れちゃうんだけど、寝るか。一回寝よっか。ちょっとイベント見たいよね、そろそろ。ベッドイベント全然進めてないからね。これ板持ってきない？箱がある。
バール絶対どっかで手に入るんだよな。どっか逃してるかな。あのなんかさ、西館のさ、あの2階のあの上の方の扉、あの信者の石像みたいなの落としたところの付近のさ、扉もなんか板で打ち付けられててさ、結局開かないままだったけどさ、バール的なものあったら絶対入れたんだよな、あれな。じゃあちょっとベッドタイム行きましょうか。あー、まあリカラさんとも休み、ホムラって選ぶとどうなんだ。あー、これあれか、ホムラが外で見張りをして、リカナさんとミヤがくっつく。でもくっつくには多分好感度まだ足りないと思うけど、そっか、ここの二人くっつけんのもありだな。まあそれはあの後にやっていくと思うんでそうね、ユリもあるしホモもあるし、楽しんでいきましょう、いろいろ。まあ、まずはミヤだから。ごめんねリカナさん。ホムラくんちょっといいかな。どうした、何かあった。別に何もないんだけど、ホムラくんとお話ししたいなと思ったの。あのね、ホムラくん、昔言ったお花畑のこと覚えてる。ほう、公園のお花畑。あ、そっちじゃなくて。でもあの時みんなで食べたホムラくんのお弁当美味しかったな。ホムラくんのお弁当、へえ、家庭的ね。すごいね。いや、これはモテるよ。料理できる男はモテるだろう。ふふ、嬉しいな。ありがとう。ホムラくん楽しみにしてるね。まあ、ミヤちゃんのね、料理みたいなのも食べてみたいなとは思うけど、男としては。まあ今のご時世ね、男でもやっぱ料理できないとっていう部分はあるからね。そういった意味でも、やっぱホムラくんはモテ要素として、まあ、主人公だからね、それぐらいは許されんのかもしんないイケメンプラス料理ができるってなかなか反則だと思うんだけど。じゃあマッチ、今日だけで何本消費してんだこれちょ待って、ここなんか小屋閉ざされてる。ダメか、なんか周りがあんま明るくなんないんだよな。うん、買い物に行く予定だったんだ。へえ、水着。過激な水着じゃないよな。本当今度見たいな。またみんなで海に行きたいな。あー、どれだろう今度見たいなかな。またみんなで海に行きたいな。なんかどっちでもいいような気がするな。これはなんか彼氏ぶってるような感じがするんだけどちょっとこれはまあないかなみたいな。ほんと今度見たいな。またみんなで海に行きたいな。まあ正直な気持ちを伝えとく。いやでも海に行きたいなもいいな。約束をしれっと約束を作っとく。でもみんなでだとダメだな。でこれだな、消去法で。おお、一緒に海行きたいな。うんみんなでって言ったらね、二人きりっていうのをわざわざ言い換えるあたりね、作詞だな。ホムラくん作詞だ。何あれ、トランシーバー、タバコだ全然違った。なんか鉄格子があるぞ。お前外まで出てくんのか、しつけえな。なかなかしつけえぞ。戦うけど経験値いただくんで、そこんとこよろしく。誰だ、ホムラか。まあいや、ホムラくんならいい。おら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 、よーし。今んとこレベルアップまではどんな感じ。あー、はいはい、相変わらずリカナさんがリカナさんが先陣切ってレベルアップしていく感じね。やっぱここあれだね、ホムラくんとミヤちゃんは経験値は多分溜まる感じとしては一緒なのかもしれないね。オッケーオッケー。リカナさんがちょっと育ちやすいのか。別にエロい意味じゃないよエロい意味ではないよ。骨が落ちてる。今更これぐらいじゃ驚かないな。何これ、地面に髪が落ちてる。
テーブルの向こう側に道はある。宝箱、おー、番人かお前宝箱の番人か。おらららららあー出た、呪われる。こう呪われるっていうのがよくわかんないんだよな。薬箱じゃとりあえず直せないのはまあ分かったんだけど、戦闘終わったら毒になるのかな、どうなんだろう。おとなしく死んどけ。よし、克服、呪いが収まる。レベルアップすると全てリセットされるんだね。やっぱこれは万能の小さな鍵さんの出番。よし、ガム、いいね。ちょうど今誰か、あー、いらんっすねいらんっすね。ホムラ君にあげとくか。じゃあ、あー、まあまあちょうどいいんじゃね。よし、また建物泣くか。これなんだ、 BGM が止まる。お、あ、結構セーブポイントあるねこの辺。よしよしよし、いい感じいい感じ。興味を引くものはなかった一体このホムラ君たち一族は何に興味を引かれるのかちょっと気になるところであるけど、教授もね全然興味引くものないとか言って何も読まないからね。41分、まあ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 、じゃあまあとりあえず今回はまあこんなところでしょうかね。ちょっとミヤと重なってる。はい、まあ結構順調なのではないでしょうか。うん、まあちょっとね1回ぐらい死ぬの経験するかなとか思ったんですけど、割と順調でね、回復アイテムもまあそこそこある感じで結構いい感じなんで、まあこのまま突き進めればなっていう感じです。はいいや楽しいねこのゲームね、ほんと時間を忘れてプレイができるという素晴らしいと思います。周回前提のゲームなんですけど、これ周回するね。やっぱパーティー変えてね、やっぱ今度東館ルートとかいろいろやりたいんで、まあメンバーとかねいろいろ変えながらまたやっていければなっていう、なんかエンディングトークみたいになってるけど、まあとりあえず今回ここで終わります。はい、それでは。